おいおい、まったく中国は一体何がしたいんだよ。日本だけじゃ飽き足らず、台湾にもバンバンちょっかい出してるよな。ほんとだよ、日本にも海だ、空だと、ちょっかいかけてきて、一体何がしたいんだか。あれだけでかい国だぜ。人口だって多いし、最近の経済成長は世界トップレベルだよ。他国にちょっかいかけないで、自分の国を良くすることだけ考えてればいいじゃねえか。今回も怒ってるね。まったくその通りで、ここ数年の中国の近隣のアジア諸国への圧力は異常だよね。本当に一触即発って感じだよね。日本への圧力はみんなも知っての通りだけど、ここ最近は台湾への圧力が目立ってきてるよね。この中国の台湾への威嚇とも言える行為に対して、世界の警察と言われているアメリカも黙ってはいなかったよ。アメリカ軍も、超音速戦略爆撃機 B-1B を出撃させて、中国の防空識別圏に侵入し中国を牽制する動きに出たんだ。そりゃあまさに一触即発の牽制行為だよな。アメリカも本気を見せたってことか。それじゃあ今回は中国と台湾の関係性と、中国の防空識別圏に侵入した、アメリカの爆撃機 B-1B について見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。中国の台湾への圧力は2020年頃からさらに強くなってきた。ちょうどその頃は、アメリカの前トランプ大統領が、混乱が起きているタイミングで、中国は東シナ海などで、軍事的活動を活発化させていたんだ。2020年9月以降、中国軍機が連日台湾領空へ領空侵犯行為を犯していて、これに台湾空軍も連日スクランブル発進で対応していたんだ。アメリカがごたついてる時だから、ここぞとばかりに圧力を強めてきたってわけだな。相変わらず、やり口が汚ねえな。台湾空軍は連日の度重なる緊張とスクランブル発進により、かなり疲弊していたと言われてるんだ。この当時、台湾の F-5E 戦闘機、F-16 戦闘機が墜落したり、行方不明になる事故が発生したんだ。それは、仕方のないことで台湾の F-16 戦闘機は1990年代に、アメリカから調達したもので、老朽化が問題視されてたんだ。そこに来て、中国側の威嚇行為により度重なるスクランブル発進で、機体への負荷が増えて事故が頻発したのではないか、と言われてるんだよ。台湾空軍の戦闘機はそんなに古いものだったんだね。でも中国が領空侵犯してくる以上、無視はできないもんね。その事故により台湾空軍は保有する F-16 戦闘機150機すべてを飛行停止にしたんだ。これで台湾空軍の防空能力は完全に弱まってしまったよね。かなり厳しい状況で対応してたんだな。しかし老朽化した戦闘機でこれ以上事故を起こすわけにもいかないだろうしな。不遇の決断だったろうな。もちろん、世界の警察アメリカはこの状況を見過ごすわけはないよね。この中国の動きを牽制するために、アンダーセン空軍基地から、アメリカが保有する超音速戦略爆撃機 B-1B を2機空中給油機を随伴して出撃させたんだ。アメリカ来たー。中国をギャフンと言わせてくれ。台湾の北東側から東シナ海海上に設定されている中国の、防空識別圏へ侵入して中国の動きを牽制したんだ。香港の日刊紙の記事ではアメリカの戦略爆撃機ほどの大型機を、中国の防空識別圏に侵入させて飛行させることは稀であり、非常に直接的な、中国への警告だと推測すると報道したそうだよ。その通り直接的に決まってんだよ。それくらいやらないと中国は引っ込まないからな。ようやったぜアメリカさん。中国の防空識別圏に侵入した B-1B 機ってどんな戦闘機なの？そうだね。それじゃあアメリカの超音速戦略爆撃機 B-1B を見ていこうか。元々の名称はロックウェル B-1 で米空軍が運用する可変翼の超音速戦略爆撃機なんだ。初飛行は1974年で現在まで104機が生産されている。公式の愛称はランサー、乗員は4名、全長45メートル、全幅42メートル、全高10メートル、ターボファンエンジンを4機搭載。設計と生産はロックウェル社の航空宇宙部門が担当していたんだけど、現在はボーイング社が吸収して B-1B 機の供給を行ってるんだ。かなり大型の機体なんだね。どんな任務に運用されてたの？ B-1B の導入当初は、敵国への超低空飛行侵入による核攻撃、通常爆弾による戦略爆撃、巡航ミサイルの発射母機として運用がされる予定だったんだ。でも1993年に米ロで調印された第二次戦略兵器削減条約により、1994年より核攻撃任務は B-1B の任務から除外されたんだよね。アメリカの爆撃機は、B-1B ランサー以外に B-52H ストラトフォートレスと、
B2 スピリッツと3機種あるんだけど、B1B がアメリカが保有する戦略爆撃機の中では、最大の爆弾搭載量と、唯一の超音速飛行能力を有する戦略爆撃機なんだ。ステルス性能については、本格的なステルス性能を追求した。B2 スピリッツには劣るんだけど、B52H の100分の1のレーダー反射断面積となっていて、大型機でありながら、レーダー上では小型戦闘機レベルで、表示されるほどの、ステルス性能は確保してるんだ。戦略爆撃機でもいろいろあるんだな。ところで B1B は実戦経験があるのか？そうだね。B1B の実戦経験は、2001年のアフガニスタン紛争、2003年のイラク戦争、2011年のリビア内戦、2015年、2018年のシリア内戦と、かなりの回数実戦投入されてるよ。B1B 大活躍じゃないか。そんなに実戦に出てるんだな。そうなんだよね。B1B 機には最新鋭の兵器が、搭載される予定になっていて、今後も活躍していくと思うよ。最新鋭の兵器か。それも気になるな。少しそれにも触れておこうか。それは米軍の最新鋭の長距離巡航ミサイル、統合空対地スタンドオフミサイルを搭載予定なんだ。このミサイルは最大射程距離925キロとなっていて、将来的にはなんと1900キロまで射程を伸ばした改良型が開発される予定なんだ。B1B はこのミサイルの運用能力を持っているという話だよ。戦場から遠く離れた長時間対空しながら、地上からの要請に応じた、対地攻撃を実施できるようになり、B1B の任務の幅はさらに広がることになるよね。B1B 爆撃機はこれからさらに進化していくんだね。実際にアメリカは B1B を何機くらい運用してるの？正直はっきりした情報はなくて66機くらいではないかと言われているよ。2016年には米統合軍アメリカインド太平洋軍科のグアムに所在する、アンダーセン基地に配備されているそうなんだ。この基地から北朝鮮に飛行する場合、約2時間で到達可能で、近年核兵器開発や弾道ミサイル発射実験での威圧行為を強める、北朝鮮への抑止力としても大きく貢献しているよ。アメリカ空軍はこの3種の戦略爆撃機を2036年まで運用することを予定しているんだ。こんなすごい爆撃機がアメリカにあり、それが自国の防空識別圏に侵入してきたんだから中国もビビっただろうな。これで少しはおとなしくなってくれればいいんだけどな。それがね、中国も強気な姿勢を見せてるんだ。2020年9月に SNS 上に中国空軍が投稿した動画が話題になったんだ。中国の爆撃機がグアムのアンダーセン基地を模した標的に対して、空対地巡航ミサイルで攻撃を行うという内容だったんだ。これは明らかに中国によるアメリカに対しての威嚇行為だよね。アメリカも実際に攻撃が可能だと判断したのか、B1B をアメリカ本土に呼び戻すという動きを見せたんだ。中国の威嚇行為がアメリカを引かせたということなのか？そうだね。動画を投稿したタイミング的にも我々はいつでもそちらを攻撃できるんだぞ。という警告だと思うんだよね。中国は現在軍事費世界2位なんだ。最新の弾道ミサイルや、長距離巡航ミサイル、極超音速兵器の開発もどんどんと進めている。中国がアメリカと同等の軍事力を持てば、アジア地域のアメリカによる抑止力は弱くなってしまう。そうなると、台湾だけじゃなく日本もアジア各国も、中国の脅威にさらされることになるよね。そうなった時の対策や、そうならないためのこれからの外交にも今後注目していこうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。ここで一つ雑学の話でもしてみようか。桃太郎のお供はなぜ犬、猿、キジなの？って思ったことない？え？可愛いから？そんなわけねえだろ。それじゃあ説明していこうか。なぜ犬猿キジとなったのかというと、鬼門に関係があるんだよね。鬼門とは方角的には北東であり、鬼や邪鬼などが出入りする方角だとされているんだ。そして、その反対の方角である南西が裏鬼門と呼ばれていて、裏鬼門に位置している十二支が犬猿鳥なんだ。そのため、裏鬼門に位置する動物が鬼退治のお供として抜擢されたんだ。他にも諸説あるみたいだけどね。へぇ、だね。ありがとう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 。